の世の中ですね、私ほど真面目な大学生もなかなか探す方が難しいわけでして、私ね、これ大学生なんですよ。大学生で今旅行中って言っても、これがまたね、朝から晩までね、昨日も2時半ぐらいまでお仕事してたんですけど、まあ、それで、その後今九州旅行中なわけですね。九州一周の旅行をしております。なんですが、明日大学の授業があります。朝10時半からあるんですよ。今の時刻がね、まあ、大体夜の6時ぐらいですね。今ここはどこなのかっていうのが問題ですけど、今西諫早というところ、駅を通過しているところですが、今言ってますけどね、ここはね、長崎県なんですね。日本の西の方ですよ。これどうすんだと、明日授業、当然授業は出席するわけです。これ私ですね、まあ、毎週その特定の曜日しかもう大学にちょっとしか行かないんですが、まあ、そこで集中的に授業を受けて、でまたたくさん休むという生活を送っておりますので、じゃあ一旦九州旅行中に東京帰って、それで大学授業を受けてからまた戻ってくればいいじゃないかということを考えたわけです。ですから今回はですね、長崎から大学に通学をすると、そのような動画を撮らせていただくことになります。別にね、九州旅行記とかまあ散々出してますけど、まあ、これもまた旅行の一環というか、もはや私にとって大学も観光みたいなもんですからね。ちなみにこれですね、さっき長崎の文明堂総本店っていうところで、カステラ1番電話2番の文明堂とのれん分けをしたところですけど、このこう手元にね、何やら広辞苑よりも分厚いような、こう非常にずっしりとした箱があるわけですけど、この中には大学のゼミナールの皆様へのですね、お土産用のカステラが大量に詰め込まれておりまして、実は私のまあ、通っているなんとかゼミというところはですね、そのゼミナールの先生が長崎県出身なんですけど、そこへこのようなお土産をこう持ってきたわけです。これ辞書ですよね。この部屋の中には辞書が1つあります。辞書が2つあります。このまず私の頭の中にある非常に卓越した辞書と、それからもう1個みんなへのこの愛情が詰まった素晴らしい辞書セットみたいな感じですよ。これでまたこうお土産まで持ってね、それでわざわざ長崎県の果てからちゃんと勉強しに帰るんですよ。こんなやついます？これでね、スーツさんいつも勉強とかしないで大丈夫なんですかとかいうコメントがよく来るんですけど、スーツさんちゃんとね、こういう風に旅行しながら勉強もしてるんですよ。やっぱりこう自分にこうね、夜の夜景よりも美しい自分の心に酔いしれながら一路東京まで向かいますというところなんですけど、実はね、こう東京とか言うとなんかあれですよね、ちょっとこうサバを読んでる感じですけど、向かいますのは横浜でして、横浜国大の授業にこのまま出席するため遠距離の通学をするわけです。まあ、実はこんなのもしょっちゅうやってるんですけど、毎度毎度皆様にご好評いただいておりますので、この度また作成させていただきました。よろしくお願いします。鳥栖二日市終点博多の順に通ります。佐賀博多間は40分でして、佐賀はですね、もう福岡の属国みたいに言われていると九州の人から聞きました。で福岡博多に着きました。博多の駅のその周りに随分立派でホテルもいっぱいあっていいんですけど、今日もこの辺りのホテルも軒並みいっぱいなんですね。さすがにもうね、寝台車で行くのも時間かかるし、なんかあんまり合理的じゃないような気がするんで、今日は寝台じゃなくて飛行機で行こうかなと思っていたんですけれど、しかしですね、この辺りのホテルがもうほとんど満室なんですよ。なんか福岡来るたびいつも思うんですけど、なんでこんなにホテルないのってぐらい空いてないんですよ。結局なんかネットカフェとかカプセルホテルとかそんなんしかなくて、まあ、別にそれ十分だから私はそれに泊まるからいいんですけど、でも今日はちょっとね、いろいろやらなきゃいけないことがあったんで、まあじゃあそれだったら寝台車で帰るかということになったわけです。ルートインとか東横インとかね、たくさんあるんですよ。コンフォートホテルもあるし、何でもかんでもたくさんありますが、どれもどうもことごとく埋まっているようです。それでもあれかな、スーツをお前に泊めさせるホテルの部屋なんかないぞみたいな、私はなんか福岡市から嫌われるようなことでもしたでしょうか。福岡市からは嫌われてないだろうけど、もっと福岡のなんかホテル組合みたいなところから嫌がられてるかもしれないですね。九州から大学へ行くのって本当にかなり微妙なラインでして、まあ、横浜国大は羽田空港から近いんですけど、一番いいのは多分今もうこのまんま福岡空港まで向かって、そして6時何分だっけ、違う9時、25分だかの全日空の飛行機に乗って羽田まで行って、で羽田から、羽田のホテルに泊まって、それで、そのまま今度は翌朝羽田からバスに乗って横浜へ行って大学へ行くというのが楽なんですけど、やっぱなんかね、金がかかるんですよね。のだともうあれ、そっちの方がいいか、もしかしたらちょっと調べるか。今もなんかね、寝台車私好きなんですけど、今日はなんか寝台車っていう気分ではあんまりないんです。今日は空港のホテルね、一泊2万8000円もするらしいわ。やめだやめだ、そんな2万8000円も出して一泊するんだったら、それは寝台車で行った方がいいわ。やっぱお金かかるんですね。飛行機はね、私なんだっておかげさまで若いので、若者割引みたいなやつで全日空が当日は安くしてくれるんですけど、まあいいでしょう。なんかどうしよう、ごぼう天うどんでも食べようかな、名物食べなきゃいけないような気がするんですけど、でもね、もう名物も食べたんですよね。長崎でちゃんぽんに皿うどんも食べましたんで、もう暇ですけどね、この暇な時間をどうしてくれようかという感じですが、まあ仕方ありません。姫路城でも見に行きますか。結構早く
入ってきてくれるんですよね。発車までまだ14分そんぐらいありますけど、ああコンセントも一番後ろの車両であればついています。これだったらもう全く問題ありません。知る人ぞ知る当たりになっている新幹線光号にて向かいます。さまざまな事情からですね、この時間にしてはやたらと長い編成が入る光号に私は今乗っているんですが、これが16両も繋いでまして、8両でも空いてるのに16両も繋いでますので、自由席はガラガラで、私の乗っている車両にはね、もう3、4人しかいません。そういう列車なんですね。だから、かなりお気楽なもんです。これでリラックスして姫路まで、最悪寝てしまって新大阪まで行ってしまっても、まだ新大阪までぐっすり寝たならそれはそれで、サンライズ大阪に泊まりますので、それでもいいことにします。夜のガラガラの新幹線ってハマると最高ですよね。朝はね、早い時間でも混んでるんですけど、夜遅い時間になって山陽新幹線とかこういうところだと、もう好き勝手のんびりっていう感じで、このね、夜の新幹線のこういう空気ってね、結構眠くなるような感じなんですよね。わかります？夜の新幹線乗り慣れてる人だったらもしかしたらわかるかもね。そうそう、出発か。でもね、眠いんですけど、仕事しなきゃいけないし、大学の勉強とかもいろいろあるんで、実は結構あるんですね。大学 でももう宿題をやったか、宿題みたいなことは一応やりましたね。大丈夫かな。授業開始まであと13時間と40分です。乗り遅れることはないな。大学にはちゃんと着きますよ。大阪で泊まって明日の朝の新幹線で大学行くことだってできますしね。ちなみに一応これ通学動画なんで、通学することについてはね、話そうと思うんですけど、e ラーニングってのあるじゃないですか。なんか大学に通わないでネクトとかを使って教えてもらうみたいなやり方で、あれってね、結局効果が上がらないらしいんですよ。やっぱり通って、それで直接その会場に行って、その先生から直接話を聞いて、ある程度束縛されたような環境に身を置くことによって、それで、成績というかね、その学習の効果が高まるんだそうです。アメリカの大学で e ラーニングっていうのは効果ある方にやってみたんですが、今までの研究では e ラーニングというのはことごとくダメだと、そういうふうに私は聞きましたよ。だからっつってね、新幹線で通うっていうことは、普通ならないと思いますけど、それだったらさすがに通常であれば、e ラーニングみたいなものもしあるんだったら利用すると思いますけど、ないので。横浜国大もなんかそういうのを一時期やってはいたらしいって聞いたことがありましたけどね。日本ってね、狭くもないし広くもないし、結構ちょうどいい大きさの国のように思いますね。変化もあるしね。フランスも、ちょっとしかいなかったからかもしれませんけど、フランスもね、いいところいっぱいあったけど、ちょっとフランスと比べるのはあれだけど、なんかね、田園地帯っていうか、その工作地帯しかなくて、いまいち飽きるような景色でしたね。旅行好きとしては日本に生まれて本当に嬉しいなと思います。新関門トンネルに入りました。次は広島です。マジでこれですからね。何にもないからね。見ちゃうか。姫路に到着です。いやー、いい列車でしたよ。でもこれからわずか6分後ほどでまた次の瑞穂610号最終瑞穂号がやってきます。ピースの角度は30度。1個前の信号を突破した自転車を見たぞ。今日も元気に姫路城。やばい、ガチでやばい。なんだこれ、まだ行ってないよね。行ってないけどいたわ。え、嘘だろ。おい、お、動いたよ。おお、私の目の前でこれに乗らなければ大学に間に合わない列車が出発したぞ。
こんばんは、こんばんはっていうかサンライズ出雲校には、別の動画で宣伝しますけれども乗り遅れましたんで、あのですね、もろもろの事情によりまして、あの本当はこの姫路駅から寝台に乗って、それで東京方面横浜まで向かい、明日の朝起きて横浜から大学へという移動する予定だったのですが、ところがですね、ところがですよ、なんと乗り遅れまして、乗り遅れる経緯につきましては、あのそれぞれ動画のリンクなどを貼っておくか、もし私が貼り忘れたらきっと優しい視聴者の方が貼っておいてくれるだろうなと思うんですけれど、そういうの貼り忘れ、あの乗り遅れましたので、あのもうこれからね、今日中に少なくとも今日というか今この時点からすぐに東京方面に向かうことはできません。明朝の新幹線にて東京方面横浜まで向かうことにすることにせざるを得ません。まだ電車来るんだな、この時間でも。今の時刻はですね、0時、35分とか0時40分とか、まあ、それぐらいなんですね。すぐにサンライズ号が出発していくときにですね、タクシーで大阪まで追っかけられないかなと思ったんですけど、いやさすがにそれは無理やわみたいな感じで、それはそうだろうなと思います。で、ここにですね、あのネットカフェあるんですけど、このネットカフェに、まあ、6時間のパックになるのかな、あ夜のやつもあるのか、1429円ですね。安いですね。なんかいい部屋があるといいな。なんだこれ、プレミアムカプセルホテル2980円、これでいいか。プレミアムなのか分かんないけど、あのモントモンどれなんとかってのは高そうだ、見るからに高いですよね。1万5000、2万円ぐらい飛びそうだな。それはいいよ。これなんだ、コワーキングスペースじゃないけど、まあなんか最近オープンしたカプセルホテルらしい。これでいいわ、7階か。よし、そして翌朝7時15分昨日の夜、姫路駅から姫路城まであの全力で3分走って、まあ、それが全ての諸悪の根源というか全ての原因なんですけど、でもそれでね、クタクタになったおかげで、ずいぶんよく眠れましたよ。だから短い時間だけど、なんか睡眠の質は良かったような気がします。日本語の新幹線に乗りますよ。もう指定席は買えないから自由席で行くことにします。横浜国大の正門にお願いします。横浜、よかったよかった。授業始まるあと5分前ですからね、まあ5分前って結構ギリギリですけど、まあともかく無事に着きましたよ。新横浜の駅員さんがやたら親切でね、 あまりにも過剰に親切だったり、過剰にってことはないけど、一般に想定されるレベルを超えてはるかに親切だったんで、多分私のこと知ってる人だったんだろうな、まあそんな感じです。昨日夕方長崎を出てから結局寝台車使わないでね、新幹線だけで来ちゃいましたけど、早いんですね。それで十分なんだな。まあ、もっともそれはね、今日の大学が2時間目から出席すればいいことになっていたからなのでありまして、まあ、これ普通に1時間目から授業があると、ちょっと普通にというか1時間目から授業あったら、やっぱ寝台車の力を借りなければ無理だったかもしれませんけど、まあ、新幹線か飛行機か何か、いろいろですね、九州と東京も近くなってるってことなんですね。今日朝は大学で真面目に授業に出席し、そして明日の夜の寝台車でまた九州に逆戻りすることになります。とりあえずこの横浜方面への旅行というか九州旅行は一旦中断。まあ、しかし途中でですね、東京から神奈川の、東京から九州までずっと全部都道府県を回りますよみたいなことを言いましたが、神奈川県は寄っておりませんでしたので、横浜中華街を今日放課後に訪れようと思います。お土産もね、忘れる危ないところがいくつかシーンありましたけれど、忘れずに済みました。こんなところです。ご視聴ありがとうございました。